Hey, what's up? キャプテントラジオです。今頭割り事故が多発、ブツブツうるさい、非河川の悩みまとめというテーマでお送りします。今回4つの質問相談いただいており、サクサクといくぜ。1つ目、頭割り事故が多い質問読み上げます。早速ですが、質問というかおそらく今増えている事象についてトラジオさんの見解もお聞きしたく投稿しました。例で挙げますが、ノーマルレイドのオメガアルファ1やエデン再生4層などでちらほら出てくる複数の頭割りが出た際、頭割りを重ねようとするプレイヤーが明らかに増えたと思いませんか？先日の実体験ですが、再生4層に行った際、ザコフェーズの2つ目の島で平大小頭割りが2つつくと思います。それが分かっていた自分はあらかじめもう一人の平から距離を取っていたのに、かっこ自分もヒーラーでした。頭割りエフェクトが出た瞬間こっちに走ってくるし、離れようとしたら救出で引っ張られる始末。この件はモンスタープレイヤーキル案件と判断し、すでに運営に報告済みです。そしてこうした頭割りが2つ出た際に重ねる人が増えたのは、シリクスの塔のザンデ戦のレビデトのエフェクトが頭割りのエフェクトに変わってからだと思うんです。レビデトエフェクトの回収によって頭割りは重ねるものと覚えてしまった初心者がレイドに挑戦し、頭割りを何の疑問も抱かずに重ねて壊滅なんて光景を何度も見ています。これはまずいと思ったら、とっさに頭割りに入るのをやめる瞬間なんかもあったりするくらいです。こうした2つの頭割りを重ねて壊滅が増えたと感じているのは自分だけじゃないと思いたいです。ぜひトラジオさんの見解をお聞かせください。ということで、まあ確かにね、言われてみれば、あの序盤に出てくるクリタワの一部の頭割りの仕様が、まあ、いくつかね、こう頭割り出てるけど、全員が中央に集まってるもんだから同じように考えてしまうっていうのは確かに納得で、救出頭割りがモンスタープレイヤー切るかはどうかね、ちょっとそれはその時の状況は見えないんで判断できないけど、まあ救出使えるくらいなら確かに知ってる可能性はね、あるかもねっていうくらいかなと。とはいえ、この複数の頭割りを重ねる現象が増えたかっていうと、自分自身は別にそこまで感じてないし、今そんなしょっちゅうルーレ回さないからね、ちょっと気づいてないかもやから、視聴者の中で日々ルーレットを回しまくってる人で同じように感じた人がいたら、ぜひコメントしてください。確かにね、たまに一生追いかけてくる人と当たることもあるけど、ただ逆のパターンもあって、頭割りのエフェクトをただの AOE と思ってみんなから離れて逃げていく初心者と、それを猛ダッシュで追いかけるベテラン非河川の図がちょくちょく見かけるのはあって、それは見ててちょっとめっちゃ面白いなと思うんやけど、まあ新規で始めた人は多分知らないと思うから、少し頭割りの紹介をしておくと、頭割りっていうのはエフェクト的になんか十字キーみたいなやつが出て、パーティーメンバーのうち誰か1人のランダムについて、その人がそのまま1人でダメージを受けると即死するから、他の人も重なってダメージを分配して生き残るようにしようというもの。大まかな種類はいくつかあって、まず赤い頭割りはタンクだけが受ける頭割り、そして透滅戦なので8人パーティーの場合は2つの頭割りがつくことがあって、これは4対4、4人4人で頭割りそれぞれ受けると、ヒーラーが対象になることが多いから、ヒーラー2人がそれぞれ離れてそれぞれ4人ずつ受けるというようなもの。4つの頭割りも出ることがあって、これは2人ずつ2ペアで頭割りするもの。そして白黒頭割りっていうのもあって、これはね、見た感じちょっと分かりづらいんですけど、これ実質2人ずつのペア割りになってたりするものがあると。で、大体こんな感じのが一般的にあって、その場で着いたらね、状況判断して行動するけど、複数の頭割りが出た場合は重なるとその分ダメージも倍増するから、基本は重ねずにそれぞれで割るようにするのがベースにあって、なので今回の質問にある通り、シルクスの塔の最後のボスに出てくるこの頭割りが非常に特殊な例なんで、あれは頭割りとして覚えるんじゃなくて、ただ単に集まるだけと覚えておきましょう。あとはイレギュラーなパターンだと、タンクが一人で無敵受けしてみんなを安全に導くっていう攻略もあったりするけど、これは主に高難易度で使われるテクニックで、自分もね、タンクで遊んでる時やるシーンはあるんやけど、無敵使うの忘れて一人で頭勝ち割られた事故もあったりするよ。次に2つ目の相談です。パーティーチャットで嫌味言われる質問相談読み上げます。先日アライアンスルーレットに行った時のことです。東方 A アラだったんですが、我々は無傷なのですが、 BC アラが反壊することが多く、その様子を見て僕やタンクさん、ヒーラーさんとパーティーチャットで、波乱の予感だ、これくらいが楽しい、ヒーラーさん立て直しナイスです、 BC アラがやばい、我々が干渉不可の場所で散っている、蘇生ありがとう、などと野良の方々とワイワイ話しながら攻略をしていました。なんとか乗り切りコンテンツ終了。その際にあるパーティーメンバーの方から、ブツブツとうるさいパーティーだったなと言われました。本人は直後に即抜けしたようですが、あまりにも怖くて自身もそのチャットを見た直後に抜けました。 FF14 は MMORPG であり、
ある種一期一会、協力と助け合いのゲームだと思っています。そのような空気が許される場所ならば、和やかにいろんな人とお話しながら攻略を楽しみたいと思っていました。ですがこのようなことを言われてしまい、私たちのやったことはマナーに反する行為だったのでしょうか。もちろんそれぞれの感じ方ですから、良し悪しで測りきれることではないでしょう。あくまでトラジオさんの見解としてお話を聞かせてくださればと思います。私たちのできる対策や気をつけなければならないことなどもあればよろしくお願いします。まあこれに関してはですね、全然マナーに違反してないと思うし、むしろその場を楽しんでやってるし、これぞ MMO の醍醐味だと思うんで気にしなくていいと思うし、いやむしろそんなカオスな状況でも楽しんでできてるってめっちゃいいことだと思うわけよ。だいたいチャットがね気になるならね、パーティーチャットを見えないようにしておくとか、自分で自衛してから物喋れよって思うっていうか、個人的にどうしても許せないのが、退出とか去り際に捨て台詞だけ残していくやつなんなのっていう話。これマジで卑怯者だと思うし、一方的にねこう罵声とか悪口とか残していくってもう卑怯すぎ。ちびまる子ちゃんの藤木くんより卑怯やぞ。逃げるな、逃げるな、卑怯者、逃げるな。全集中、虎の呼吸、一の方、敵とほっとけ一生。たまたまその人が MMO の雰囲気に慣れてないか、まあ、自分も寄れなかったからね、こうぼやいてるだけなのかちょっとわからないけど、寂しいやつじゃん。ってことで今後の対策どうしていくかって話やけど、変わらずにね、和気あいあいと楽しめでいいと思います。野良で遊ぶ場合は基本無言で終わることがほとんどやから、たまにそういうシーン見かけたらね、ほっこりするじゃん。それでいいじゃん。ただ最近いろんなね質問もらうけど、やっぱり野良ではいろんな人がねいるから、中にはあー空気合わなかったんだって人もいるし、それもそれまでなんで、それよりもその時に一緒になって楽しく遊んでいた人との思い出を第一に考えるといいかなと。で前に視聴者の話聞いてた時に、そういうのがきっかけでフレンドになって、気づいたらずっと一緒に遊んでて、ディスコードとかでも一緒に話したりして、で他のゲームまで楽しく遊ぶようになったとかいう話も聞くんで、そういう出会いも意外と大事だったりするわけでね。最近いろんなゲーム遊んでて思うことがあって、ゲームはね誰かと遊んでる時がいっちゃん楽しいっていうのがあって、ね、もちろんね一人で遊ぶのも面白いし、のめり込む時もあるけど、まあ、仮にねこうソロゲーを楽しんでたとしても、その楽しかった思い出とか誰かに共有したくなるっていうのがあって、ゲームの話をするだけでもね面白いし楽しいし、その時に一緒に話せる人がいたら最高じゃんっていうので、14のように常に人と触れるゲームでちょっとパーティーチャットが盛り上がったのが気になったとかって、ゲーム自体を遊ぶ中でねもったいないと思うから、まあ、そのプレイヤーさんはね少しかわいそうだなとは思うよね。てな感じで変わらずに楽しく遊べばいいと思うけど、今後の注意点を一つだけ。仮にそういう仲のいいフレンドとかが集まったり、まあ野良でもいいんですけど、一緒に遊ぶ機会とか増えた時に身内乗りだけには気をつけましょう。例えば M 本当のねノリとか、まあ、平手打ちとか昨日出した動画でもあったんやけど、まあ、そういったものとか会話のノリとか、また第三者に対してのノリとかね、ある程度共感得られそうなものならいいけど、完全に自分たち以外の人に何かしらの不快感もしくは迷惑をかけるようなことはならないように心がけておくといいでしょう。グループで行動するとね意外と起きがちなんで、あらかじめ共有しておいて、それでも起きてしまった時はその時に互いに声を掛け合うようにしておくと快適に遊びやすくなるのかなと。はい、続いて3つ目の質問。今スキル回し覚える必要はあるのか、相談読み上げます。スキル回しの練習についてお聞きしたいんですが、現時点での最適なスキル回しを練習するのって 7.0 が来たら無駄になりますかね。というのも自分はメイン侍で霊式以上の高難易度はやってきませんでした。 7.0 からは霊式挑戦と別ロールでもジョブを出せるようにしようと思うんですが、 7.0 になるとスキルの追加、ジョブによってはゲージなどの管理をしないといけないものが増えますよね。そうなると現時点での最適スキル回しを習得したとしても 7.0 になれば変更されるでしょうから意味がないのかなと。場合によっては前のスキル回しの手癖が残っていて悪影響が出たりするのかなとも。一応全ジョブ完走しており、ジョブごとの肝となる仕様、侍で言うなら戦と居合は把握しています。大型パッチ間際のこの時期に新しいジョブを霊式で使えるようにするにはどのような練習をすればいいでしょうか。霊式に挑戦したいのなら今からでも練習しておきましょう。これね非常に悩ましいと思うけど、覚えておいて損はないはず。一応トレーラーを見る限りはスキルの追加があったとしても1個2個やし、ヨシピーもね大きな回収はないっていう話なんで、今覚えておいても損はなし。そもそも14のジョブのね基本の構成はバーストといって、バフとか
シナジーの短い効果時間の間にいかに強いスキルを叩き込むかっていう仕様が、まあ、前序部共通としてあるから、その根底がひっくり返らない限りはほとんど作りが似ているはずなんで、今スキル回しを覚えておいても全然応用はできると想定してます。で、侍の場合はすでにね、結構スキルも多い状態やし、トレーラーを見る限りは増えても1個くらいで、波切りの後にこう追撃してたくらいやから基本ベースは変わらないかなと。で、むしろに1個増えたことで葉隠れの調整とかいらなくなって、もしかしたらワンチャンスキル回しがちょっとだけ楽になるかもとか、そういうことも自分で判断できるようになるから、スキル回し今からでも全然遅くないです。侍に限らず覚えようかなとか迷っている人はぜひ覚えましょう。まあ、そうすると戦闘がより楽しくなって、いろんなコンテンツが遊びたくなるし、特にね、霊式とかだとバーストっていうのは要求される場面が多くて、要はね、火力がないとボスが倒せないんで、そのバーストタイミングが把握できない状態でいると、それこそクリアできない一つの要因になるので、スキル回しのバーストタイミングは少なくとも変わらないとは思うんで、まずは現状のスキル回しできるようになった状態で次のスキルを練習して、そして練習に臨むってすると、結構ね、高い火力を出せるような状態で挑めると思うんで、ガンガンやっておきましょう。ただ霊式初挑戦ってなると、やっぱりギミックの処理とかでこうスキル回しが追いつかなくなるっていうのがあるんで、そういった意味では今からね、高難易度、例えば5区でもいいですし、現行の霊式でも何でもいいです。今のレベル90のコンテンツの高難易度でスキル回しをこうできるだけ自分の中で思う範囲で納得できるぐらいまで回しとくと、まあ、その状態で仕上がった場合はね、もう霊式に非常に高い水準で挑めるようになるんで、そこまでやっとくと安心して参加できるかなと思います。はい、そして最後の相談行ってみましょう。アーズマイヤリングで指摘、質問読み上げます。先日黄金のレガシーを予約して入手したアーズマイヤリング装備をしてレベリングをしていました。 ID が終わり解散しようとしたら、装備のアクセロール専用じゃないから気をつけてくださいねってチャットが来ました。行月から始めたてなので知らないんですが、予約特典をつけたままレベリングっていかないものなのですか？アーゼマイヤリング、レベリングで調べても出てこなくて、コンテンツに入るときは付け替えるものなのでしょうか？教えていただけると幸いです。はい、これはもちろん付けたままで OK です。アーゼマイヤリングといえば黄金のレガシーの予約特典で、次のタイトルの予約特典なのに、今予約すると特典が今もらえるというわけわからん仕様になってるけど、まあ、このアーゼマイヤリングはレベル90まで獲得経験値がブーストするよっていうもので、要は黄金のレガシーまで、まあ、今現状関数レベル90なんで、レベル90まで一気に上げれるよ、だから予約して今のうちに進めておいて備えておいてねっていう運営の優しさの塊なんで、この装備の特徴は装備したジョブやロールに合わせてステータスを底上げしてくれるもので、その数値もね、ある程度高いことから、下手なその辺のアクセサリー装備よりも強いし、で経験値も増えるから、逆にレベル上げ中にこれ以外を装備する理由が今はないっていうくらい優先して装備するものだから、気にせずに装備してレベルをガンガン上げちゃいましょう。とはいえ今回も悲しい事件だなと思ってて、多分ね、情報弱者の方が自分の知識の範囲の中で話してしまってる残念なパティーンということで、これね、最近結構何度も話してたりするけど、初心者で無知な人ほど自分の理解できない物事が起きた時に騒いでしまうっていう傾向が強くて、多分アーゼマイヤリングの仕様を知らなくて、ていうかね、存在を知らなくて声をかけしてるんじゃないかなと。つっても装備を指摘してくるくらいだから、少なくとも相手の装備調べてるはずやから、どこに目向けてんだって話なんやけど、まあ、気にせずに装備してそのままレベル上げちゃってください。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ようそろー。